法師川八景。山本周五郎作。一。法師卿は、城下の北、二里三十二町にある。辻は豊四郎の顔を見ていた。区の豊四郎の顔には、決意と東惑の色とが、交互に現れたり消えたりした。よし、腹を決めよう。という表情と、困ったことになった。どうしよう。 という倒幕の色とが、木漏れ日の反転が明滅するように、不安定に現れたり、消えたりした。辻は落ち着いた静かな目で、それを見守りながら待っていた。打ち明けるまでの不安や恐れはもうなかったし、豊四郎がどう答えるかもほとんどわかっていた。城下の北口から五両境の地蔵岳に向かって伸びる野道が、及川村を左折すると、 まもなく、勾配のゆるい坂にかかる。やがて、豊四郎が言った。それに、間違いないことなんだね。辻は頷いた。思い違いでなく、はっきりしているんだね。ええ、はっきりしております。それなら、もう問題はない。と、豊四郎は微笑した。心祝いに、酒をもらってもいいだろうね。辻は、どうぞと答えた。 豊四郎の微笑は人を引きつける。綺麗な澄んだ目に暖かさがたえられ目尻が少し下がる。そして不思議なほど純潔な感じのする赤くて薄い唇を引き締めて上へ持ち上げるのだが、その目と唇の表す魅力は際立っていた。辻はどうぞと答えながらその目にほえみ返した。すると彼は衝動的に伸び上がり、 辻の肩へ腕を回して引き寄せ、荒々しく唇を吸った。非常に素早い動作だったし、その腕には力がこもっていたので、辻は避けることができなかった。あの時もこうだった。いつもこうなのだ。そう思いながら、辻は目をつむった。しかし、彼が次の動作に移ろうとすると、激しくかぶりを振って、 いけません。と拒み、両手で彼を押しのけた。豊四郎は恨めしそうに辻を見た。どうして、どうしていけないんだ辻は手を鳴らしながら言った。お酒の支度をさせますわ。どうしていけないんだお分かりになるはずです。と、辻が言った。豊四郎はしょんぼりと座り、辻は立って行って障子を開けた。その座敷は、 谷に面していて、狭い庭の向こうに、法師川の対岸の霧岸が、間近に迫って見える。深い谷間には、渓流の音が溢れている。霧岸のところに、まだらに生えている、小松や干木の茂みが、まるでその水音に煽られるかのように、さわさわと、絶え間なしに揺れていた。坂道にかかって、十五丁余り登ると、王子の滝があり、 道はそこから二曲がりにして、法師川に沿った霧岸の上に出る。後ろで豊四郎が女中に主公の支度を命じていた。辻は向こうの霧岸の中腹にある小松の茂みに目を留め、去年のあの時はそこに桜の若木があって、まばらに白い花を咲かせていたことを思い出した。谷間の風が荒いためだろう。その若木は、 上へ伸びることができず、横へ枝を広げており、その枝にパラパラと数えるほどわずかな花をつけていた。初めて、豊四郎とそうなった後のことだ。この座敷には屏風が回してあり、彼はその屏風の中で眠っていた。辻はそこを抜け出してきて、障子をそっと開け、汗ばんだ熱い肌に風を入れながら、ぼんやりと、 大寒を眺め、そうして、その小松の茂みの中に、若木の桜の咲いているのを見つけたのであった。何を見ている後ろから豊四郎が辻を抱いた。両手で辻の肩を抱き、宝ずりをした。辻は宝ずりに答えながら、向こうを指さした。あの、霧岸の大きく裂けているところに、小松が一塊に茂っていますわね。 藤う郎が、どこにと言いながら、片手を辻の胸へ滑らせた。辻はその手をのけようとしたが、藤う郎は左手でそれをきつく押さえ、右手で胸の膨らみを包んだ。あの小松がどうかしたのか去年、あの小松の中に桜が咲いていたんですの。まだほんの若きで、花もまばらにしかついていませんでしたけれど、辻は身をもがいた。 いけませんわ。では、その桜は、初咲きだったんだな。どうぞ、おやめになって。その桜が、今はないというのか彼は、強く頬ずりをし、指を細かく動かした。去年初めて咲いて、今年はもう枯れたか、人に抜かれたかしたんだな。あんな切り岸にあるの、抜きに降りるものがあるでしょうか辻は、自分の胸にある彼の手を押さえた。 そんな風になすってはいや。糸をございますから、おやめになって。どうして、痛いはずはないじゃないか。体のせいでしょうか。痛いんですのよ。ああ、そうか。と、彼は手を平らにした。それは気がつかなかった。ごめんよ。でも、こうしているだけならいいだろう。もう座りましょう。女中が参りますわ。まだ大丈夫だ。彼は辻の体を柔らかく左右に揺すった。 その時辻は一人でその桜を眺めていたのかあなたは眠っていらっしゃいましたわ。豊四郎は辻を優しく抱きしめ、その時のことを回想するように、ややしばらく黙っていた。道が霧岸へ出たところから奥の地蔵堂までの間、二十五町法師卿とい、い、五両内随一の気象である。両岸は愛接しでそそり立ち、 低いところで七十尺に余り、高きは百尺を超える。豊志郎がため息をついていった。ここへ来たのはこれで五度目だね。辻はゆっくりとうなずいた。初めて来たのが三月、次が六月、五月でございましたわ。その次が十月。十月からしばらく降りがなくて、今年の正月。そして今度だ。辻は よく私の頼みを聞いてくれたね。でも、もうそれも終わりですわね。うん、終わりだ。と、彼は言った。人目を忍んで会うのも楽しかったが、今日でそれもおしまいにしよう。私は母にそう言うよ。辻は黙って頷いた。母は、うすうす勘づいているらしい。父だって難しいことは言わないと思う。だが、辻の方はいいのか。佐藤のことで。 面倒が起こるんじゃないのかそれは一年前に申し上げましたわ。しかし、まだ断ってはいないのだろう。私のことは私がいたします。と言って、辻は声を潜めた。女中が来たようですわ。豊四郎は辻から離れた。手工を運んできた女中たちは、二人の前に禅を直すと、茶道具を片付けて去った。禅の上の者は、 鳥の入りにと、小鮎の煮浸しを除いて、皿も鉢も昆布、ワカメ、山吹き、メグド、樹年所、キノコ、豆腐湯葉、ごぼう、栗などを蒸したり、ごまで焼いたり、焼いたり煮たりしたもので、ワも一が白豆腐、二が梅干しに、好めという具合だった。右岸は険しい山続きで道もないが、左岸には、折り除き、七曲がり、猿渡し、 ミオ淵などの象形があり、地蔵の湯には、料亭を兼ねた、当時宿が五軒ある。環境老はその一つで、工場員様ミオより、しばしば反抗のお渡りがあり、精進料理を自慢にしている。豊四郎は、辻より酒が弱く、たちまち酔ってしまい、するといつもの癖で甘え出した。ちょっと、向こうへ行こう。ちょっとだ。辻は、かぶりを振った。 頼むよ。と、彼は湿っぽい声で言った。ここで会うのはこれっきりだからね。話が決まれば二人は監視されるし、式を挙げるまでは生えなくなるよ。辻はまた静かに首を振った。生えなくなっても辻は平気なのか。ほんのしばらくの辛抱ですわ。私はダメだ。私は寂しくって我慢できそうもないよ。10月の後は60日も間がございましたわ。 それとこれとは違うよ。今はこうして会っているんじゃないか。こうして辻を見ていて、これから生えなくなるというのに、このままで別れるなんてひどいよ。ねえ。と、彼はすり寄って辻の手を掴んだ。長くとは言わない。ほんのちょっとでいいから、向こうへ行こう。ちょっとでいいんだ。頼むよ。辻は体が苗るように感じた。掴まれた手から、 しびれるような感覚が伝わってゆき、それが体全体に広がった上、真のところで熱く凝固するように思えた。辻は目をつむり、豊四郎は素早く立って彼女を抱え起こした。この家は、名物は初竹、しめじ、手作りの白豆腐、湯葉、めぐど、若あゆの煮浸しなどであるが、松の間からの眺めはこれらの珍味にも増して、 絶景というにふさわしい。谷間から湧き上がってくる渓流の音が、辻の耳には、雨でも降っているかのように聞こえた。どうしたんだと、彼が囁いた。ねえ、何でもないのか辻は答えなかった。まるで冴えているようじゃないか、辻。こっちまで冴えてしまうよ。平気なのか水の音が、雨のように聞こえますわ。 あのことを気にしているんだな。それでいけないんだ。忘れてしまわなくちゃダメだよ。これが、こうして会う最後じゃないか。さ。あ。二。伊田寛右衛門は、書院番の頭。軽く870国、九人ぶ七75国、妻千代のほか、長男良一郎。その姉辻の二子あり。屋敷は、 カラスご門街の辻の西側にある。環境楼で豊四郎と別れた辻は一度追川村の万兵衛の家へ寄り、それから城下の屋敷へ帰った。そして中二日置いて区の豊四郎の休止したことを知った。明日は他に関西の稽古日で、大英五首の宿題があった。関西は藩の和がの師範であり、 西畑町に家族を開いていた。辻は門中でも成績が良く、初級の者には大稽古をするくらいであるが、歌を読むことは増えてで、その時も宿題の御手に手を焼いていた。すると、午後の三時頃、馬屋の方で馬を入れる物をがし、弟の良一郎の声が聞こえた。彼は十五歳になるが、去年の春から、 馬術の稽古をはじめ、ようやく面白くなったのだろう。今年になってからは稽古の後でも、広く振りさえしなければ、毎日桜の馬場,場へ出かけて、飽きずに馬を乗り回すのであった。両一郎は話しながらこっちへ来た。相手は歌詞の国立大作らしい。両一郎の声はせかせかして高く、言葉つきも興奮していた。 早掛けをしていたんだ。いっぱいに早掛けをしていて、急に手綱を絞ったんだ。どうしてあんなことをしたかわからない。私はこっちから見ていたんだけれど、まるで何か目の前へ飛び出したように、いきなりぐっと後ろへ反りながら手綱を絞った。こんな風にだ。彼は身振りをしたらしい。歯ミが舌を断ち切ったかと思うくらいだった。それで馬は棒立ちに、たび跳ね、見たび目にくのさんは放り出された。 そこへ、岡野さんの馬が突っかけたんだよ。馬は決して人を踏まないはずですがね。前足と後足で二度踏みつけたんだ。私は見ていたんだ。頭と胸をね。岡野さんは手綱を絞ったけれど、近すぎてどうにもならなかったらしい。頭もひどくやられたし、胸は肋骨を二本踏み砕かれたそうだよ。辻は筆を置いて立ち、窓の障子を開けた。 そこは裏庭で、すぐ向こうに竹藪があり、まだ黄ばんでいる竹藪の中に、先残った山椿の花が、点々と赤く見えた。障子を開けたとき、辻の目に入ったのは、その椿の花で、ああ、まだ花が残っているのだな、と、辻は思った。馬屋は、竹藪の後ろにあるが、両一郎と国立大作は、藪の脇の、 井戸端で話していた。窓が開いたのに気づいて、涼一郎が振り返り、姉の顔を見るとすぐに、無を持ったまま走ってきた。お姉様、ま、パパで大変なことがあったんですよ。と、彼はまだ、荒い息をしながら言った。久野さんが、手綱な裁きを誤って落馬して、辻は、静かに遮った。もう少し、ゆっくりおっしゃいな。久野さんとは、どのくのさんですか 五一門のクのさんです。久野の豊よ郎さんですよ。辻の胸に、ぎゅっと拳ほどの塊ができ、それが喉へ突き上げてきて、呼吸が止まるように感じられた。おけがは、と、辻は止まった。ひどいおけがをなすったんですかひどいところですか。落馬したところ、鳩から来た馬に踏まれたんです。頭と胸と、すぐに医者を呼んだんですけれど、医者にも、 手がつけられなかったそうですよ。あなた、そばで見ていらっしゃったの医者が来てからのことは人に聞いたんです。といたで家へ運んで行きましたよ。辻は障子を閉めた。障子を閉めると机の前へ戻る力もないように、そのまま窓際に座った。伊良家の庭には古い勾配が二株ある。池のほとりにある方が親で。 呪霊三百年と言われ、勘右衛門の今の外にある方はその子だと伝えられるが、これも呪霊は二百年余りと言われる。辻は、こみ上げてくる吐き気を抑えるために片手を畳について前かがみになった。呼吸は浅く、早く、途切れがちになり、全身がふるふると震えた。春の午後の日光が斜めに刺すので窓の障子が、 まばゆいほど明るく、うつむいた、辻の血の毛を失った横顔が、青白く、うけだって見えた。だが、心を決めるまでに、さして時はかからなかった。ほどなく、辻は立ち上がり、足音を忍ばせて、中廊下を何度へ入ると、しっかりした手つきで着替えをした。今へ戻って髪へ手をやり、それから、弟の部屋を抜けて、裏庭へ出た。 辻の裏道をカラス御門とは反対の方へ行き、クロード町から大手筋へ出て、またその裏道をお城の方へ急いだ。宮町、馬場里、そこを右へ折れると大手二番町で、クの家の屋敷はその角地を閉めており、表門は閉まっていた。まだそんな時刻ではないので、ぴったりと閉めてある門扉は、そのまま行事のあったことを、 示しているように思えた。辻は、門の番子に名を告げ、小栗門を通って内玄関へ行った。すぐ脇の友侍に、来客の友と見える者が五六人おり、辻が一人で来たのをいぶかるように見た。辻は、案内を来い、夫人に会いたいと言って自分の名を告げた。すると、若い歌詞に代わって、老女が出てき、丁寧ではあるが、 冷ややかな態度で、どういうようであろうか、と聞いた。お目にかからなければ申し上げられません、と辻は答えた。また、ぜひとも、お目にかからなければならないのです。道女は下がって行き、戻ってくると、どうぞ、と言った。通された客間は、夫人専用であろう。襖の模様も華やかな色のちぐさで、 床の間には南河風の山水をかけ水盤に松と山桜がけてあった。縁側の方は障子が開けてあり、戦地を囲んで、木立ちの多い庭の一部が傾いた火を浴びて明るく見えていた。の夫人が入ってきた時、辻は床の間を見守っていた。水盤にけてある松と山桜とが三日前のことを思い出させたのである。 くの夫人がそこへ座るまで、疲れたような目で床の間を見つめていた辻は、夫人の座る気配で気がつき、赤くなりながら座を滑った。くの木屋女は、次女に茶を持たせてき、侍女はすぐにさらせて自分で辻に茶を勧めた。辻は、茶には手を出さず、夫人の目を見つめながら、豊四郎の飢餓に見舞いを述べ、容体を聞いた。夫人は、 知りました。と答えた。辻はしっかりしていた。こわばって白く粉を吹いたように創けだった顔は、ほとんど生きている人間のようには見えなかったし、大きく見開かれた目は、まるで二つの暗い空洞のようであったが、それでも彼女はしっかりしていた。辻は静かに言った。こう、あげさせていただけますでしょうか。まだ。 その支度がしてありませんから。と言って、夫人は不審そうに聞いた。失礼ですが、豊四郎と何かご縁があるのですか辻の目に、取りすがるような色が現れた。あの方からお聞きになりませんでしたでしょうか夫人は黙って、ゆっくりとかぶりを振った。つい、三日前、と辻は言った。あの方は、お母様に話すとおっしゃっていました。 夫人は黙って、辻を見ていた。吟味するようにではなく、珍しいものでも見るような目つきであった。あの方は、豊後郎様は、申し上げたはずです。辻は、懸命な口ぶりで言った。前から、お母様に話すとおっしゃっていましたし、今度は、お話申さなければならないわけがあったのですから。私は、何も聞いていませんけれど、そのわけというのは、どういうことでしょうか 辻は、唇を震わせた。舌がつるようですぐには言葉が出なかった。しかし、辻は勇気を振るい起こした。自分の一生が左右される瞬間だと思い、少しも外る必要はないと信じていたから。さすがに顔は上げられなかったし、声も高くはなかったが、辻は紛れのない調子で、自分が、東四郎の子を身ごもって、今、三月になる。 と言った。夫人は、かなり長いこと黙っていて、それから、念を押すように聞き返した。それは、本当のことですか辻は、はいとうなずいた。私には、とても本当だとは思えませんね。と、夫人が言った。あなたがお一人ここへ見え、ご自分のお口から、そうおっしゃる勇気には感心いたしますけれど、私には、 到底本当だとは信じられません。ええ。豊四郎様から聞いていらっしゃらないとすれば、お信じになれないのが通りかもしれません。でも、本当なのですから、信じていただかなければなりませんわ。ただ、信じろと言われても困ります。何か証拠になるようなものでもお持ちですかあの方に、愛していただいたということの他には何もございません。それでは、 ただあなたのお言葉だけで、その子が豊四郎の種だと、信じなければならないのですね。辻は、愛、はい、とうなずいた。あなたのご両親は知っておいでですかいいえ。では、他に誰か、豊四郎と、あなたのことを知っている方がいますか辻は、いいえとかぶりを振った。夫人は、辻を見守っていたが、やがて、どこでどうして豊四郎と知り合ったのか、 と聞いたおそば胡椒の佐藤まとべというものをご存知でしょうかと辻が反問した。佐藤三番町の佐藤殿なら豊四郎のお友達だそうで、両三度、ここへも見えたはずです。私の母の遠辺にあたりますので、小さい時から行き来をしておりましたが、あの方とも佐藤でお目にかかったのが初めてございます。それで、その佐藤殿でも、 あなた方のことを知らないのですか辻は、はいと言った。三。おかしゅうございますね。豊四郎とは友達。あなたとは、ご親戚にあたるというのに、それほど深くなっている中を知らせないとは、何かわけでもあるのですか辻は目を伏せて、はいと、低くうなずいた。 聞かせてくださいますか辻は少し考えていて言った。い,いえ、それは申し上げられません。夫人はため息をついた。無理ですね。いかにも無理です。と、夫人は首を振りながら言った。私はあなたを存じ上げないし、死んでしまった豊四郎に実費を垂らすこともできず、証人も証拠になるものもなしではどうしようもないと思います。辻は、 目を伏せたままで顔をまっすぐに上げた。目は伏せているが、その顔には恥じている様子もなく、もちろん、臆した色も見えなかった。無駄でしょうけれど、一応主人に話してみますから、ちょっと、お待ちになっていてください。そう言って、久野夫人は立ち上がった。久野は、先代の家門元行きから、永代五一門に上げられている。家録は千二百国、 家臣から一門にあげられたのは九野だけで、それは家門の父の首里之助が先代の主君、美濃守、ドリ達のため、二十八歳で監視した孔によるものである。一門に列したから、仕置きの席にはつけないが、東大の摂通元継は睨みの利く人物で、犯行さえ一目置くと評されている。妻、キ屋との間に、豊四郎、秀之丞の二子があり、 秀の城は19歳になっている。辻はしっかりと自分を支えていた。正座した肩も胸も張っており、青白くこわばった顔には何かに挑みかかるような色が現れていた。膝の上に重ねてある手は絶えず襲ってくる震えを抑えるために力を込めているので、指のつま先が白くなっていた。のが、 妻と一緒に入ってき、上座へ座って、辻を見た。彼は五十三歳であるが、髪も眉もつやつやと濃く、肥えた重々しい体に、血色のいい肌をしていた。いや、名乗るには及ばない。辻が挨拶しようとすると、摂津は首を振ってそう言った。話は妻から聞いた。豊四郎は、締まりのない馬鹿者で、これまでも、幾度か不始末があった。 従って、そなたの言うことは事実かもしれぬ。例えば、事実だとして、そなたはどうせよというのか。辻は、答えに困った。どうしてもらおうという気持ちがあって来たのではない。そんなことは考えてもいなかったので、ちょっと言葉に詰まったが、摂津が、何が望みだ、と畳みかけると、しっかりした声で言った。お腹の子が、無事に生まれましたら、 とヨシ様のお子として、引き取っていただきたいと存じます。バカなことと、節が言った。たとえ、それが事実だったにせよ、親に隠れて密通するようなものの子を、孫だなどと認めることができるか。そんなバカなことは、考えるだけ無駄だ。他のことで、望みがあったら聞こう。辻は、神戸を垂れた。金がいるようであろう。金はいるようなだけ、もうすぐいい。 辻は黙っていて、やがて顔を上げ、摂津の目を見つめながら言った。いいえ、その他に、お頼み申すことはございません。意地を張ると、後悔するぞ。他に望みはございません。と、辻は言った。ただ、一言、申し上げたいことがございます。今、豊四郎様のことを、しまりのない、馬鹿者とおっしゃいました。その上に臆病者だ。 あの方は、締まりのない若者でもなし、臆病者でもございません。そう見えたとすれば、あの方のご性分をよく理解していらっしゃらなかっただけです。彼の性分がどうだというのだ。またと、辻は構わずに続けた。密通という言葉をお使いになりましたが、これもお返し申します。言葉ぐらいと、法せかもしれませんが、使いようによっては、 言葉だけで人を殺す場合もございます。辻の声は震えた。藤四郎様と私は密通などはいたしません。決して密通などというものではございませんでした。これだけははっきり申し上げておきます。そこで辻は口をつぐみ、静かに辞儀をして、これで失礼いたしますと言った。摂は黙って座ってい、この夫人が、 うち玄関まで送ってきた。夫人は低い声で、何か自分にしてあげられることはないかと聞いた。辻は声が出なかったので、そっとかぶりを振った。夫人は気遣わしそうな目で見つめながら、これからどうするつもりかと言った。わかりません。と、辻が答えた。でもまさか、無分別なことをなさりはしないでしょうね。今わかることは、 辻が言った。このお子を無事に産み、丈夫な、いいお子に、育てるということだけです。そして、会釈をして、外へ出て行った。辻はまだ、しっかりしていた。体はぐんなりと、力が抜けるように感じたが、気持ちはこれまでにないほどしっかりと、充実し、緊張していた。日はもう沈んだが、空には残照で、明るい雲があり。 それが辻の緊張した顔へ、まるで正気を取り戻しでもしたような赤い繁栄を投げかけた。家では辻を探していたようですぐ母に呼ばれ、どこへ行っていたのかと聞かれた。辻は無断で外出したことを謝ったが、どこへ行ったかは答えなかった。そうして夕げが済み、父や弟が寝前去ってから母に向かって、 自分が身ごもっているということを打ち明けた。母親の知恵は聞き返し、笑い出しそうな目で娘の顔を見つめたが、娘が冗談を言っているのではないと気づくなり、あっと口を開け、その口を手で押さえながら立ち上がると、うろたえた様子でその部屋から出て行った。父の寝間へ行くのであろう。辻は呼び止めようとした。父に話す前に、 母と相談したかったのであるが、夫の完璧を極端に恐れている知恵は、娘の相談に乗るより、まず夫の怒りを想像し、のぼせ上がってしまったのである。今に始まったことではない。と、辻は目をつむってつぶやいた。お母様はいつもこうなのだ。お父様の機嫌に触らないように、怒らせないようにと、絶えずハラハラしている。昼も夜も。 お父様をお殺せまいとするだけで精一杯なのだ。辻さん、大丈夫と、目をつむったまま、辻は自分に問い、自分に答えた。大丈夫よ。私、母になるんですもの。母が戻ってきて、恐怖に襲われたような表情で、お父様がお呼びです、と言った。起きて今にいるというので、 辻は立ち上がって廊下へ出たが、母はついて来ようとしなかった。関右衛門は火のない手炙りを脇に、しらけた顔で座っていた。彼は43歳になる。書院番頭という役を誇りにし、役目に失態がないようにと努める他には、微人も気持ちにゆとりのない人であった。死災を聞こう。と、彼は静かに言った。 落ち着いて、よくわかるように話せ。いきなりわめき出すと思ったので、辻はちょっと戸惑いをした。勘も門はやはり静かに聞いた。身ごもったことはわかった。相手は誰だ辻は答えなかった。相手の名を聞こう。誰だ申せません。と、辻が言った。なぜ言えない名も言えないような男か。 その方が、亡くなったからです。勘右衛門の手が、膝の上で震えた。嘘ではないだろうな。辻は、はいとうなずいた。勘右衛門は、ご拍子ほど黙っていて、やがてまた聞いた。お前には、佐藤又兵衛という、いい名付けがある。佐藤の方は、どうすんのだ。辻は、うつむいて、もしよければ、自分から謝ると答えた。 親は、ないも同然だな。と、彼は言った。親に隠れて、男を作り、言い,いけへの詫びも自分でする。お前には、親などあってなきも同然らしい。それもよかろう。だが、自分をどうする。自分の始末をどうするつもりだ。辻は答えなかった。そこで初めて、勘右衛門が怒鳴り出した。 伊田家の親子勾配には、毎年、どこよりも早く、うぐいすが来ると言われ、その季節には、完売を兼ねて、うぐいすを聞きに来る客が多い。春の半ばになると、うぐいすは、裏の竹やぶに移り、そこに巣でもかけるのか、初夏の頃まで、泣いているのであった。勘言門は、娘に担当を突きつけて、自害しろと、わめいた。世間にも、 ご先祖にも申し訳が立たぬ。俺は親子を辞して頭を丸める。お前も武士の娘なら生きてはいられまい。と、彼は震えながら叫んだ。これで自害しろ。俺が見届けてやるから、ここで自害しろ。勘右衛門は自分の膝を打った。そんな淫らなものを生かしてはおけぬ。自害しなければ、俺が手にかけるぞ。自害はいたしません。と、辻が言った。私は、 みだらなことをしたのではありません。その方との仲は真実だったのです。その方が亡くなりさえしなければ、真実だということがわかっていただけたのです。黙れそんなことは申し訳にならぬ。自害するか、俺が手にかけるか、道は二つだ。俺が手にかけようか。そこへ母が来た。襖の向こうで聞いていたのだろう。泣きながら入ってきて、おろおろと二人の間に座った。 四。辻は、追川村の万兵衛の家に預けられた。そこは関右衛門の乳母の里で、乳母のお達はもう亡くなっていたが、その孫にあたる助けが伊田家で下男をしており、律儀な当主の万兵衛は、伊田家の二代騒音の主人、と思っているようであった。辻も弟の良一郎も、幼い頃からよく訪ねて行き、山狩り積草、 水泳ぎなどをして遊んだものだ。万兵はもう四十五歳になり、妻のおことは一つ年上で、助け、上吉、おきみと三人の子がある。二十一になる助けは伊田家に奉公してい、十九になる上吉と十七歳のおきみとが、親たちと共に一丁分余りの田畑を耕していた。辻は亡くなった乳母の隠居所へ入った。 それは別棟になった六畳と二畳の建物で、少し高くなっている敷地の端の方にあり、田んぼや雑木林の向こうに、法師橋へ行く道と法師川の流れが見えた。川は少し上のところで、東から流れてくる枝川と合流しており、法師川は北へ伸びて、地獄だけの地蔵だけの谷間へと消えている。これらの景色は、 隠居所の六畳に座っていて眺めることができた。家族の人たちは辻に冷淡であった。関右門からもかまうなと厳しく言われたようだが、親の許さない者の子を見ごもっているということで、律儀な万兵はすっかり腹を立て、辻のために自分で恥じていた。三度の食事と風呂の時以外は誰も隠居所へ、 近寄ろうとしないし、特に上吉とおきみとは口も聞かなかった。食事や風呂の世話はおことがしてくれるのだが、これも万兵に言い含められたと見えて、必要なことだけするとすぐに去り、こちらから話しかける隙も与えなかった。辻にはその方がよかった。生地同情されたり、くどくわけを聞かれたりするよりも、 一人で、そっとしておかれる方が落ち着くし、気持ちも乱されずに済むからである。追川村へ移って、半月ほど経った時、辻は、小福寺まで行ってきたい、と万兵衛に告げた。万兵衛は、いい顔をしなかったら、おばあさまの会業をもらってくるのだ、と言うと、しぶしぶ承知をし、おごとを共につけてくれた。小福寺は、 名お村にある菩提寺で、辻は住職に会い、祖母の遺灰を作ってもらった。そして帰ってくると、藩士に豊四郎の俗名と年を書き、その遺灰の裏に貼り付けた。三尺の開きを片付け、おことの持ってきてくれた古い仏具を並べて遺灰を安置すると、どうやら仏壇らしくなった。辻は、それから朝と夕方には、欠かさず灯明と線香をあげ、 市販時ほど、教を読むのを日課にした。人に聞かれると、嘘は言えませんから、あまり外へ出ないようにしてください。万兵衛にそう言われたが、お腹の子のためにも、動かずにいては悪いと思うし、辻自身は少しも恥じる気持ちがないので、日に一度は歩きに出かけた。恥じる気持ちはなかった。辻はいつも額を上げていたし、 はっきりと物を言った。それで万兵衛は、ますます腹を立てるようだったが、辻は少しもめげなかった。七月になったある日、辻が縫い物をしていると、縁先に静かに近寄ってくるものがあった。見ると、それは佐藤又兵衛であった。十日ほど前に江戸から帰りました。と、又兵衛が言った。具合はどうです辻は、 しっかりと彼を見上げた。失礼ですけれど、上がっていただくわけには参りませんのよ。何、ここで十分です。マタベえは、濡れ縁に腰をかけた。傘を脇に置き、手拭いを出して汗を拭き、そうして向こうの景色を眺めながら、これはいいところだ、と、つぶやいた。彼の役は蕎麦胡椒で、一昨年の夏、 半主の友をして江戸へ行った。それから丸二年経っているが、まるで昨日別れた人のように、姿にも態度にも変わったところは見えなかった。ここなら城下にいるよりずっとマシだ。体のためにもいいでしょう。と、彼は向こうを見たままで言った。ずっと順調ですかどうぞ、その話はなさらないでください。その話をしに来たんですよ。 彼は穏やかに言った。五年前から言い名付けだったことは別として、幼なじみというだけでもいい。お通さんは前には私のことをこんな時の相談相手と思っていたのではなかったかな辻は縫い物を置いてうなだれた。実を言うと、今度のことについては私も責任を感じているんです。あなたかと、辻は目を上げた。またべが言った。 相手は久野豊、くの豊よそうでしょうお名前は申せません。そう言い通したそうですね。お父上には理解できなかったようだし、誰にもできることではないだろうが、私はいかにも、おつうさんらしいと思った。しかし、と、彼は静かに振り返った。あんなだらしのない余ったれを、どうしておつうさんが好きになったか、それが私にはわからない。一体、どうしたんです どんなきっかけでそんなことになったんですか辻はまたうなだれてその前に聞くが、あなたはどうしてあの方だとわかったのかと反問した。またべえは片手を上げてその手をまた膝へ下ろしながら、責任を感じるというのはそこなのだ、と言った。家でお通さんと会うたびに彼の態度や言葉つきが違ってくる。 おつうさんのことを私に話す口ぶりまで我慢のならぬほど甘ったるくなり、それを隠そうという神経さえなくなってきた。私はよほど出入りを断ろうと思ったのだが、おつうさんの気性を知っていたから、そんな必要もあるまいと放っておいたのです。辻は、うなだれていた顔を上げ、向こうの法師側の方へ目をやりながら、あの方は、かわいそうな方でした。と、つぶやくように、 あなたは黙って座っていらっしゃるだけで、みんなに注目され、みんなを引きつける力を持っていらっしゃる。また米は、おう、と首を振り、辻は静かに続けた。けれども、春方は違います。一生懸命に座教を務めたり、機嫌を取ったりしなければ、誰にも認めてもらえませんし、認めてもらっても、すぐに忘れられてしまいます。私は、 外三番町のおうちでそれを随分たびたび見ておりました。あの方が人の注意を集めるために汗をかいて座教を務める姿も、せっかく注意を集めたのにすぐ忘れられてしょんぼりと座っている姿も、お気の毒でかわいそうでだんだんとそのままに見過ごすことができなくなったのです。または辻の顔を見たが何も言わず、 辻はなお続けた。あなたがずっと友達付き合いをなすっていたのも、おそらく私と同じ気持ちだったでしょう。友達付き合いをなすっているあなたも、だらしのない甘ったれなどとおっしゃるし、あの方のお父様でさえ、締まりのない若者だとおっしゃいました。あの親はこの細分を知っていましたよ。私は、かわいそうで、見ていられなくなりました。 彼はそこへ突っ込んだのだ。と、またべが言った。いいえ、違います。私の方で、あの方のお力になってあげたかったのです。と、辻は言い返した。私がそばにいれば、あの方に自信を持たせてあげ、力もつけてあげられると思ったのです。それで、またべは手を挙げた。わかりました。もう結構です。早まったとすれば、私自身で、あの方には、 何の責任もございません。これだけは申し上げておきます。生意気なことを言いますね。と、またべえが言った。しかし、まあいい。その話はもう十分です。そして彼は立ち上がり、裏の方へ去って行った。裏の崖に泉がある。そこで顔を洗ったのだろう。ほどなく濡れて拭いで、襟を拭きながら戻ってきた。さて、そこで。 彼はまた、濡れ園に腰をかけていった。これからの問題だが、この先、一体どうするつもりですはっきり申し上げることはできませんけれど、おさんが済みましたら、ここで寺小屋のようなことでもして、子供、育っていきたいと思います。またべえはうなずいた。それから、ふと辻の顔を見つめながら、当ててみようかな、と言った。 お通さんの気持ちの中には、もう彼の姿など残ってはいないでしょう。辻はあっけに取られたような目で、マタベを見上げた。マタベは唇に微笑を浮かべ、傘を取って立ち上がった。その返事は聞くには及びません。と彼は言った。今日はこれで帰ります。辻は慌てたように言った。どうぞお願いですから。もうここへは。 おいてにならないでくださいまし。いや、時々来ますよ。そう言って、又たべはえしゃくをし、もう一度景色を褒めてから静かに去っていった。この土地は冬が早く、10月に入ると山に雪が積もり、それが一日ごとに里の方へ伸びてきて、11月には見る限り白一色に覆われてしまう。そうして、 法師川の流れだけがあるときは、そうして、法師川の流れだけがあるときは根性に、あるときは黒く、また鋼色にきらめきながら、決して凍ることなくせせらぎの音を響かせるのであった。辻は、十一月の初めに男の子を産んだ。予定より十日ほど遅れたが、ういざんにしては軽かったし、子供もよく超えていて大きく、 目方の重いのに、三場を驚かせた。おそらく、またべの好意であろう。七夜には、見事な体と酒が届いたので、子供の枕元に祝いの禅を据え、辻が自分で、吉松と名をつけた。それは、豊四郎の幼妙であった。五。 マタベイは月に一度ぐらいの割で訪ねてき、いつもぬれんにかけたまま半時ほど話して帰った。断っても相手にしないし、マタベイが来始めてからんべ衛の態度も少しずつ和やかになる様子なので、強いて来てくれるなとも言わなかったが、10月に来た後、年が明けるまで姿を見せなかった。 実家からは毎月の仕送りをしてくるだけで、母はもちろん弟の良一郎も訪ねては来なかった。もちろん父に現金されているのだろうし、辻も来てもらいたいとは思わなかったが、正月の七草が過ぎてから、久方ぶりに又兵衛が現れ、一緒に良一郎が来たのを見ると、口を聞くより先に涙がこぼれた。一年足らずの間に、 驚くほど、りょう一郎は背丈が伸び、顔つきもずっと大人びて見えた。今日は、りょうさんが一緒だから、上へ上がらせてもらいますよ。と、またべいが言った。二人は雪靴を脱いで上がり、路畑へ座る前に寝かしてある子供を覗きに行った。大きな若旦那だ。お手柄ですね。と、またべいが手を伸ばしながら言った。 一つ抱かせてもらいますから。どうぞ後で。と、辻が急いで止めた。今起こすと、むずがって困りますから。どうぞ。りょうさんも、こちらへ来てお渡りなさいな。二人は、ロワへ来て座った。お見舞いにも来なく、申し訳ありません。と、りょう一郎は、手をついて辞儀をした。隠れて来ようと思ったんですけれど、お母様が、 あんまり心配なさるものだから。わかっています。りょうさんの来られないことはよくわかっていましたよ。それよりも私のことで、お友達などに嫌な思いをさせられはしませんでしたかい,いえ、と、りょう一郎は首を振った。そんな話はやめだ、と、またべえが遮った。実は今日はお別りに来たんですよ。辻はドキッとしたようであった。 殿様の参勤が繰り上がりましてね、2月初めに出府と決まったんです。そうなると多忙で出られなくなりますからね、りょうさんを誘ってやってきたわけです。王子八万へ参勤すると言ってきたんです。と、りょう一郎が言った。私もそうだと思ったものだから、並江村をこっちへ曲がった時はびっくりしてしまいました。そういうわけで長居はできないんです。 我が旦那を抱いたらすぐに帰りたいんだが。と言って、マタベは枕屏風の方を伸び上がってみた。まだ起きそうもありませんな。辻は二人から目を背け、何もご馳走ができないから、餅でも焼きましょう。と言って立とうとしたが、その時ふと思い出して、お七夜には結構なものを、と、マタベに礼を述べた。マタベは、いや 言いかけたが、そのまま曖昧に口を濁した。辻の薬餅を健誕に食べながら、マタベと良一郎は半時余り話していった。何を話していたか、辻はほとんど覚えていない。マタベが江戸へ行ってしまうこと、一年の余りも会えなくなるということで胸がいっぱいになり、いくら気持ちを引き立てようとしても、寒々とした心細さから、どうしても、 抜け出ることができなかった。では、また、来年の夏。と、雪靴を履いてから、またべが言った。坊やを抱けなかったことは残念だったと、よく、そう言っておいてください。辻は、はいと言って、深く、うなだれた。お母さんになってから、優しくなりましたね。と、またべが言った。その方が、お通さんに似合わしい。わかりには、この上もない選別です。 では、これで。辻は黙って抵当した。両一郎の挨拶にも答えられなかった。喉が詰まったようになって、声が出ず涙がこぼれそうで、顔を上げることもできなかったのである。それから六畳の端へ出て行き、丘を下って遠ざかる二人を見送りながら、辻は歯を食いしばっておえつした。 二月の下旬になって、江戸から又兵衛の手紙が来た。無事に着いたことと、こちらの消息を問うだけの、ごく短いものだったが、ついには胸のときめくほど嬉しかった。幾度も読み返した後、じっとしていられなくなり、吉松を抱いて、帽子川まで歩きに出た。帽子川は、雪解けの水で膨らみ、水際にはびっしりと、 みずみずしくセリが伸びていた。朝の日を浴びた河原は暖かく、猫柳はもう歯になっていた。辻は、あやされるような気分になり、少女の頃を思い出しながら、吉松を河原に座らせてセリを摘み、よもぎを摘んだ。一時近くも遊んだであろう。吉松がむずがり始め、眠る時刻だと気づいたので、辻は、 セリとよもぎを持って家へ帰った。おもやへ寄って、積んだものをおごとに渡すと、おことが声を潜めて、お客様です、と囁いた。辻は下元そうな目をし、おことはさらに、この様という方です、と告げた。辻は反射的に吉松を抱きしめた。うちの人がお相手に出ています。お待ちかねのようですから。 すぐいらしてください。辻の顔は青ざめたが、しっかりした歩きぶりで隠居所へ行き、濡れ縁のところで立ち止まった。六畳に、クノセと、夫人のキア女がおり、万兵衛は二条の方にかしこまっていたが、辻が来たのを見ると、すぐに立って出て行った。辻は黙って立っていた。お留守に邪魔をしていました。 夫人が言った。こちらへ上がってください。孫を見に来たのだ。それが吉松か。と、摂津が言った。孫という言葉が、辻の胸を刺し貫くように響いた。その率直な一言は、どんな弁明よりはっきりと、夫妻の気持ちを表していたし、辻の気負いをくじけさせた。辻が六畳へ上がると、夫人がすぐに吉松へ手を出した。 吉松は不思議そうな顔をしたが、泣かずにおとなしく抱かれた。こっちへよこせ、と説が言った。ご来生もなくせき立て、奪うように抱き取ると、これは重い、これは重い、と言いながら乱暴にゆり上げゆり上げし、吉松はびっくりして泣き出した。辻は、もう眠る時刻なのです、と言い、自分の方へ受け取って、 二人にえしゃくしながら、父を含ませた。今日は、孫に会う方々、お前を迎えに来た。と、摂津が言った。俺は先に帰るから。詳しいことは、これに聞いてくれ。お前は、クノの嫁だ。クノの嫁として、恥ずかしくないことを、お前は自分で証明した。俺の口からは、これだけしか言えない。腹の立つこともあるだろうが、こっちにも、主催があったのだ。 よく訳を聞いて、納得したら、くのへ来てくれ。その時、改めて謝罪をしよう。そして、待っているぞ、というと、さっさと立って出て行った。夫人が、そのまま、という手真似をしたので、辻は送りには立たなかった。辻さん、勘認してください。あの時は、あのような挨拶しかできなかったのです。 夫人は静かに言い出した。今だから打ち明けますが、私はあなたのことを聞いていました。辻はきっと夫人を見た。あなたと法師教へ行って帰った晩に、初めてあれが話したのです。私は主人に相談しましたが、主人は受け付けませんでした。豊四郎のような人間に、ろくな女が見つかるはずはない。 おそらく金でも目当てだろう。夫人はちょっと頭を垂れた。ごめんなさい。これは主人だけではなく、私もそう思ったことなのです。ですから、あなたがいらっしゃったとき、お人柄があまりに違うので、主人にそう話したのです。摂津も自分で会ってみて、辻が想像したような女でないことを認めた。しかし、それだけで、 嫁と認めるわけにはいかなかった。生まれてくる子が男なら、苦悩の後継ぎになる。その子の母としての資格があるかないかは、確かめてみなければならない。そう考えた結果、あのように、無情なあしらいをしたのだ。と、夫人は言った。人間が、人間を貯めすなどとは、誠に、卑しい振る舞いですけれど。豊四郎が、派のような性分であり、あなたという方を、 少しも存じ上げなかったのですから、やむを得なかったと思って、勘認してください。夫人はそこで頭を垂れ、両手の指で目を押さえた。あなたが家へいらして、主人に言葉返しをなすった。手をしろうが、しまりのない馬鹿者でもなし、臆病者でもない。今でも覚えています。あの時、私は嬉しくって、それから、 その仏壇にある遺灰、俗名、久野豊四郎と書いてあるのを見て、主人も、私も。辻は、そっと立ち上がった。吉松が眠ったのである。弾道を開けてヤグを出し、枕屏風を回して、子供を寝かしつけながら、辻は、じっと目をつむった。私どもがあなたのことを知ったのは、ある方のおかげです。 夫人は湿った声で続けた。あなたに言い名付けがいらしたことも、といしろうとそういう仲になったお気持ちも、ご両親に責められながら、とうとう苦の名を出さなかったことも、そうしてこちらへ来てからの少しも悪びれない凛としたお暮らしぶりも、みんなその方から伺いました。辻はぎゅっとつむった目に力を入れた。そうだ。 辻は思った。この子が生まれたことも、おちやがいつだということも、その人が知らせたのだ。あの祝いのタと酒は、その人の知らせで、クノから届けてきたのだ。辻はそう気づいて、目の裏に、その人の顔を思い描いた。クのへ来てください。来てくれますね、辻さん。と、夫人がまた言った。うわもやとってあります。 くのえきて、くのの娘になってください。長くとは言いません。一年もいてくださればいい。その後、言いましょうか。じは、いいえと言った。自分に向かって、うえみかける人の顔が、見えるように思えたからだ。夫人は立っていって、三尺の開きを開け、火打ちを打って、ょうとこうをあげた。豊四は、 運の悪い生まれつきだったけれど、あなたという方に巡り合えて幸せでした。と、夫人が言った。これからは、あなたが幸せになる番ですよ。ご視聴ありがとうございました。山本周五郎を作、法師川八景。これにて読み終わりでございます。 よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。